こんなもん。そうだね。どうぞ。力入れるから下まで抜いて回るよね。あ、ええ感じ。今のいい感じ。今のいい感じ。ええねえ。あ、これあかんね。ほら、新野さんの指導が厳しい。ちょっと、絵手紙に使わせてよ。はい、絵手紙。若手の指導は新野さん得意やから。ええ感じやね。音で、あれ。ギブミの近いの。メガネがなかった。お前メガネしてへんから誰かわからへん。せっかくやからマスクなしで、そこで動画撮ってるからマスクなしですよ。全然ね。まあほんまはマスクするべきやと思うけど。あ、忘れてない。あ、出ない。多分ひねが水あんまり吸ってない。はい、ええ感じ。はい、はい、はい、はい。携帯は違うね。でも一番似合うのは太陽君。なんで今日日本軍の格好してるの？そうやんか、あの用意してここ来るときにしまったもん。絶対ポンヒやった。そうそう。まあ中山あとベトコンも言うたかもしれない。ベトコン用意してるよ。用意。おお、落とすな。もう行けるか。どうや。もうそろそろ行けるか。もう行けるんちゃうか。もうオッケー。うん。映画映画になってるやん。けどあんまりついてないよね。目立つだけで。パフォーマンス。パフォーマンスやってる。もうほぼもうできてるこの状態なの。いや、あの荷物。あとも結構持ち方。ロシア完全に決済サービスが全部終わってるんで。ベラルーシじゃん。いや、ベラルーシ行けるんですよ。これは子供が好きだから。どうなるのか。で、一個の車とりあえず。おばちゃんがだから並んでて、みんな素手でブチを丸めてこんなばっかりで食べて袋なんかその当時して全部素手や。おばちゃんがあらゆるおばちゃん、女性会とかもう少年 PTA をしてみんな丸めてるし、子供なんですか。醤油がええの、砂糖醤油練習だ。無理だ。あれもいいんだろ、下頃でいいんだろ。前代のことだ。缶ジュースの。缶ジュースの。ダイナゴのジュース。テリオはありそうやね、むしろ。ただもうこの季節微妙にホットがない可能性も出てくるけどな。今日前代のあれカップ麺とかあるんですか。カップ麺とかあれ持ってきてるんですか。見たらあるよね、こうだと思ったらなぜ、ね、記憶飛びまくる。記憶飛びまくるよ。石尾君やっぱり あかんわこのロード。ダメでしょ。詰まる言うかな、あんまり送らへん。そうなんですよ。自分で最終的にこのポンプスとかじゃないですか、うん、そこは出てこない。出てこんし、いや、まあそもそも動き渋いないのもあるし、出てこんし、なんか詰まるし。物的にはまあまあ手紙ですけど、中身が最悪。いや、こういう商品のな、発想としては、ええというかな、あれやけど。いや、もう買う前に俺、触らしてもうて、中出して。あうーんって思いながら買って帰って。そう、もう珍しいなとか買ったら、あかんのかい。あかんのかい。
いやこれやったら AK のポーチに入るんでって、いやまあ持って歩かへんけどなみたいな。確かに。メガテルとか飛んでる。自分でそのポーチで動いて止まってやる。商店の売り物あるんですか。多少入ってるけど、その、この辺の箱が新しいかな。これ、うん、前回よりの新入荷。向井くんが見てへん。ポンチョ。これロスコやな。でも別に、実用としてはええかもしれんな。うん、そしたら多分、別に売れへんかったら別に自分のにしてもええな思ってるし。アホ狩りとか言ったら夜寒くなってきて、なんかありませんかみたいなと。あるある。真夏でも。俺これ初めて見たけど、多分寒冷中やと思うねんけどな。でもそんな作りしてたら一緒やと思うね、寒冷中。いやんで、アルミやったかステンレスのやつはよう知ってるというか。うん、おー、古い。これ二次大戦、いや一次大戦これ。まあその、そうやな、丸いやつは一次大戦やな。まあ実際何年かはちょっとあれやけど、ね、お B 品やで、B 品。いや、とりあえずつけとくんねえから。ナイロン二次韓国軍のやつだ。これというものはちょっと今のところ見当たらんね。落とした。これね、おしまさんのお風呂。違う。なんか、よりよりしねえかしない。こんなん一緒に流れねえって言うけど。ちゃんと、環球品やん。おしまさん、環球品やんか分からへん。普段使ってるから。うん。これで肩がりか。いや、それなぜかな、3つやねん。ほんまや、見たの。4つちゃうんかい、みたいな。緑やったらな、別に。ヘルメットにぶら下げたりとか、洗面器。これ洗面器だね。うん、そう。それはちょっとな、運のやめとこうかな、思ってんなんでよ。でいいぞ、どとなにそれ言うな。いや、ほかりで、使おうかなと。1945年や。カーキはええで。カーキも。カーキもあるさかい。いや、これでいいわ。で5000円とかね。同じことだね。あ、いや、アホだね、言われるのこれ。いや、まあ向井くんがアホ借りの時に使うんやったらええけど。いくら？もうこんなん大した値段言えへんわ。もうそやな。なんかタイくんが恨ましそうに見てるような気もするしな。だったらタイ君が買うかもしれない。一応な、まあ内緒でやったら聞こうか、まあ、タイ君が俺がいやええわって言ったら、タイ君多分安いこと言ったらタイ君がうわって言うよ。あとで聞こうか。タイ君ドキドキしてるやろ。タイ君ええー、言わせてた。でもタイ君でもカーキもあんて絶対欲しいやった。まあアホカリの時とかに使うみたいなの考えるとこっちの方がええけどな。どうしても言うんだ、それはもう、あまりの体育の欲しそうな目に言うんだ。いや、そもそもは、これ欲しがるとしたら、体育ぐらいしかいいな、もう。でも、ちょっとまあ、別に自分で持っといてもよかった、ええんやな、とか。わかった、体育じゃ、もうええわ、俺、機械からお体育買いな。もう、その体育の身に負けたわ。自分でもだね。あかんかった、後で。洗面器。なんか俺も見たことあんねんわ。なんか水張りはもうちょっとシャキンとするのかないわ。いやこれでも使ったら乾くんかな、ちゃんと。
や、それは乾かある程度は乾かへんねん。ある程度は乾かへんねん。米軍の兵隊っていうのは野戦までして洗面器ないと困んのんか。ヒゲそういうバケツはな、よう出てくるいうかあれやけど、なんか俺も見たことあるよそれ。バケツも布やもん。まあ、要は折りたたんでかさばらへんいうとこやと思うねんけど、鍵の方がシャキッとしてるな。穴開けて米軍のシャンプーハットとか。洗面器、なぜか洗面器の取り合いに笑けんなもう。だから大君もそんなことにはならへんやろうと思って油断してたんやろ。だからもう大君の回な、もう俺だけ。もう体育のええっていう目がちょっと思い